よく晴れた天気になりました。 ZOZO マリンスタジアムからお伝えしてまいります。パシフィックリーグ公式戦、千葉ロッテマリーンズ対オリックスバファローズの3回戦です。解説は小宮山悟さん、赤星憲広さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。赤星さん、今日のゲームどの選手がキーマンになりそうですか？そうですね、クリーンナップが両チームともいいですから、やはり2番の役割が大きくなってきますよね。なるほど、つなぎの2番、注目です。まずはマリーンズの先発二木が ZOZO マリンスタジアムのマウンド、打った、センターに大きな打球、ぐんぐん打球が伸びている、伸びて追いかけますが頭を越えました。バッターランナーは二塁まで進みました。これで3試合連続安打、ノーアウトランナー二塁です。甘いコースだったんですけどね。変化球を狙ってたんでしょうね。空振り三振、ここは投げ勝ち。引っ張った、これはどうか、三遊間抜ける、バックホームする、これで3試合連続安打、ランナー三塁一塁となりました。ここはできれば三振を取りたい場面ですね。なるほど、さあキャッチャーどこに構えるか、打った、伸びていく、どうだ、入れば先制、そのままスタンドに入りました。先制のスリーランホームランです。オリックスバファローズ、マリーンズ痛い一発を浴びています。マリーンズ先制を許します。3対0、4番に一発を浴びてしまいました。この3点でとどめて味方打線の反撃を待ちたい。ご覧いただきましょう。警戒はしていたのですが、ここで打たれました。そうですね、慎重になりすぎましたかね。このホームランでピッチャーも目が覚めたんじゃないでしょうか。バッターは5番クリ。昨日のゲームではなんとホームラン2本を含む6安打の大活躍でした。いやー、当たりに当たってましたよね。 2,3 試合分打った感じですよね。そうですね、さあここも期待がかかります。マリーンズ初回から先制点を許す形となっています。小宮山さん、いきなり失点を許し不安の残るスタートとなってしまいました。まあ、ピッチャーの立ち上がりは精神的にも不安定なこと多いですから。そうですよね。ここからは切れました、ファールボール。2球目は何で来るか、ボールになります。これが3球目、引っ張った、ライン際、フェア、フェアです。これで3試合連続安打、ツーアウトランナー1塁。バッターは7番に入っている金村。昨日はホームランを含むマルチ安打を記録しています。ホームランが出たということは状態がいいんでしょうね。さあこの調子を維持していけるか。バファローズこの回先制となるスリーランホームランが出ています。ランナーを警戒すれば当然速い球が主体となってきます。変化球空振り、スリーアウトチェンジ。しかしこの回バファローズスリーランホームランが飛び出しました。3対0。2回表に入ります。バファローズの攻撃、8番バッターはキャッチャー古久保。さてマリーンズの先発は二木、昨シーズンは9勝を挙げています。初球打ち、これはどうだ、アウト、ワンアウト。バッターは9番に入っている村上。まずはワンアウトを取っています。初球ボール、これが2球目、打ちました、レフトを追う、センターを追う、頭上ぐんぐん打球伸び、入った、ホームラン、ソロホームランが出ました。これがチーム2本目のホームラン。真ん中に入ってしまった変化球、打ち返された打球は大きな当たりとなってスタンドに届いてしまいました。フォークが真ん中に行ってしまいましたね。はい、レフトスタンドに運ばれてしまいました。ホームランです。タイミング合ってましたからね。点が入りました。序盤で早くもリードを広げられています。打順は1番に返ります。バッター大石。まあ前の打席はストレートを打たれましたから、ここはストレートの使い方を考えたいですね。なるほど、組み立てのポイントになってきそうですね。いいとこ投げてきますね。アウトコースのストレート、力があります。あっという間に2ストライクです。
高めのボールファウルになります。打った、これもいったか、大きな打球になった、レフトバック入った、ホームラン、ソロホームランが出ました。これで2者連続のホームラン。追い込んでからのストレートでしたが、しっかり引っ張られた打球はファンの悲鳴の中スタンドに入ってしまいました。ここで一発を浴びてしまいました。レフトスタンドに運ばれてしまいました。ホームランです。タイミング合ってましたからね。点が入りました。序盤で早くもリードを広げられています。打席には2番バッター新井。初球わずかに外れてボール。打ちました、ライトオーバー。打ったバッターは一塁蹴って二塁に向かう。バッターランナーは二塁到達。これで3連打、ワンアウトランナー二塁となりました。まずはボールから入りました。さあ2球目は何か。これは変化球、ファウルになります。ファウルになります。次の球もストレートはあれですね。なるほど、さあどう来るか。痛烈な打球、高く上がった、レフトが入った、ツーランホームラン。これがチーム4本目のホームラン。追い込んでからのストレートでしたが、しっかりと引っ張られた当たりはフェンスを越えてしまいました。マリーンズ追加点を許します。7対0。ストレートが真ん中に行ってしまいましたね。そうですね。バッターは今日 DH に入っている小栗。先ほどの打席で先制となるスリーランホームランを放っています。痛い一発でしたよね。はい、打ちました。これは浅いフライ、この打球は落ちるか、どうだ。初球から積極的に行きましたがライト掴んで2アウト。バッターボックス栗、先ほどの打席は内野フライに打ち取られています。バファローズこの回7人目のバッターになります。ファウルになります。ワンボールワンストライクです。打ちました、ライト下がっていく、下がっていく、ボールはフェンスまで到達しました。打ったバッター一塁蹴って二塁に向かいます。バッターランナーは二塁まで進みました。これで3試合連続安打、ツーアウトランナー二塁。打った、高く上がった、レフト下がっていく、下がっていく、ボールはそのままフェンスに直撃。セカンドランナーホームイン、バッターランナーは二塁でストップ。バファローズ1点追加します。フェンス直撃のタイムリーヒット、8対0。マリーンズなおもピンチです。バッターボックス金村、打ちました、痛烈な打球、切りました、ファールボールです。さてバッターの金村、バッターとしてはどういう特徴がありますか。打球に角度をつけてスタンドまで運ぶ、いわゆるホームランバッターですね。そうですか。打ちました、レフトへ打球伸びる、ここはフライになっています。清田が掴んで3アウトです。しかしこの回バファローズ3本のホームランで追加点を挙げています。これから3回バファローズの攻撃です。一方マリーンズはピッチャーが変わります。小宮山さん、序盤から大きく失点してしまいました。巻き返し期待ですね。いやもう本当にね、これ以上点をやったらもう取り返しがつきませんからね、より慎重にという感じです。打ちました、浅いフライ、ヒットになりました。先頭バッターを出してしまいました。ノーアウトランナー一塁です。打順は9番村上、先ほどの打席でソロホームランを放っています。思ったより伸びていきましたよね。はい、ヒットでランナーを一塁に置いています。さあ3球目は何か、打ちました、高いバウンド、取った、アウト、ワンアウトです。打順はトップに帰って大石。まあマリーンズとしてはまだまだ諦めてないと思うんでね、ここはこれ以上点はやれませんね。はい、さあここはしっかり守りたい。外れていきます。3球目打ちました、さあどうだ、この打球は落ちるか、どうだ、ライトが取りました、ツーアウトです。
2番バッター新井、先ほどツーベースを打たれたバッターなんで、ここは長打にも気をつけたいですね。そうですね。インサイド落ちました。ファウルになります。ノーボールワンストライクです。インサイド落ちました。これはショートライナー、ランナー出ましたがバファローズ得点には至りませんでした。4回の表、オリックスバファローズ打順よくこの回はクリーンナップから始まります。デイビスバッターボックスに入ります。先ほどの打席でツーランホームランを放っています。思ったより伸びていきましたよね。はい、マリーンズ厳しい展開で中盤4回を迎えています。藤岡抑えて、今日も3安打猛打賞。ノーアウトランナー1塁です。バッターボックスには指名打者の小栗、今日はホームランを放っています。前の打席あわやというような、打ちました、痛烈、打球は切れてスタンドへ入りそうだ。切れました、ファールボール。次が2球目、打ちました、ワンバウンドヒットになりました。これで3試合連続のマルチヒット。ノーアウトランナー2塁1塁。インサイド落ちました、強い打球、このフライは切れそうだ。切れました、ファールボールです。打った、大きな打球になった、伸びていく、どうだどうだ、センター深いところ破っていきました。セカンドランナーホームイン、バッターランナーは2塁到達。バファローズ1点追加します。センターオーバーのタイムリーヒット、9対0。マリーンズもうこれ以上点はやれません。バッターボックス鈴木、先ほどの打席でタイムリーツーベースを放っています。抑えきれませんでしたね。はい、打ちました、左中間に大きな打球、レフトセンターバックする、バックする、まんまん中左中間破っていきました。サードランナーホームイン、バッターランナーは二塁でストップ。追加点が入りました、オリックスバファローズ左中間へのタイムリーヒット、11対0。マリーンズもうこれ以上点はやれません。これが1球目、痛烈、これはスタンドへ入りそうです。切れました、ファールボール。変化球にバットが空を切ります。ストライクを先行させていきます。追い込みました、打った、レフトに強い打球、レフトオーバー、セカンドランナー三塁を回った、セカンドランナーホームイン、バッターランナーは二塁でストップ。バファローズ1点追加します。レフトオーバーのタイムリーヒット、12対0。マリーンズもうこれ以上点はやれません。初球変化球にタイミングが合いませんでした。これは手が出ないか、ここはあっという間に追い込んでいます。低め、これは外れた、引っ張った、弾き返した打球はレフトへ、しかしこれは外野追いつきそうだ、ヒットになった。バッターランナーは二塁まで進みました。これでマルチヒット、ノーアウトランナー三塁二塁。まずはボールから入りました、打ちました、打球はセンターへ、さあバックホームするか、取ります、サードランナータッチアップ、タッチしてダブルプレイ、一気にツーアウト。バファローズ1点追加します。犠牲フライを決めてきました、13対0。マリーンズもうこれ以上点はやれません。初球ボール、次は甘くなるくらいならボール気味でいいですね。なるほど、そうですか。打ちました、いい打球だ、高く上がった、頭上ぐんぐん打球突き刺さった、ソロホームランが出ました。これが今日2本目のホームラン。三塁キャンパス回ってホームに帰ってきました、14対0。フォークが真ん中に行ってしまいましたね。はい、マリーンズピッチャーが変わります。さあマウンドを任されたのは酒井、今シーズン3試合目の登板です。これで3日連続での登板となりました。打ちました、伸びていく、ヒットになった、打ったバッター1塁蹴って2塁に向かいます。バッターランナーは2塁到達、これで3試合連続のマルチヒット、2アウトランナー2塁。
打った、スタンド一直線、文句な、入った、ホームラン、ツーランホームランが出ました。これが今日2本目のホームラン。初球でした。しっかり引っ張られた打球はファンの悲鳴の中スタンドに入ってしまいました。マリーンズ追加点を許します。十分警戒はしていたはずですが、ここで一発を浴びてしまいました。バッターは DH 小栗。先ほどの打席はライトへヒットを放っています。初球ストライク、危ない球です。インコース、これは外れます。4球目は何で来るか、ボールになります。ストライクになります。3ボール2ストライクです。変化球で空振りを取ります。3アウトチェンジ。しかしこの回バファローズ2本のホームランで追加点を挙げて、小宮山さん、ここでこれ以上離されるといよいよ逆転が難しくなってくると思うんですが、いかがですか？そうですね、もうブルペンのピッチャーがここから大事になってきますね。そうですよね。いやー、まさにコーナーギリギリですよね。はい、低めのストレート、ストライク。ノーボール2ストライクです。打ちました。伸びていく、外野ヒットになりそうだ。これはセンターの頭上を越えていきました。打ったバッター一塁蹴って二塁に向かいます。バッターランナーは二塁まで進みました。これで3試合連続の猛打賞。ノーアウトランナー二塁です。最初は変化球できました。外低めの球、ワンボールツーストライクと追い込んでいます。打った、これはどうか、三遊間抜ける、ホームに送球する。これで4打席連続のヒット。ノーアウトランナー三塁一塁。これが初球、初球打ち、この打球はフライになっています。ピッチャーが落下点に入ります。酒井が抑えています。ワンアウト。バッターボックス古久保。先ほどツーベースを打たれたバッターなんで、ここは長打にも気をつけたいですね。そうですね。ワンアウトになっています。インコースの変化球見ています。3球目打ちました。このフライはヒットになりそうだ。ワンバウンドヒットになりました。ファーストランナーセカンド回って三塁に向かう。ファーストランナー三塁回ってホームを狙う。ファーストランナーもホームイン。バファローズが突き放します。左中間へのタイムリーヒット。マリーンズ、もうこれ以上点はやれません。さてここはどういうピッチングになるんでしょうか。そうですね、怖いバッターというイメージがありますけど、逃げると逆にやられますから、強気で攻めるピッチングでいいと思いますね。なるほど。ではバッテリーの組み立てに注目ですね。スライダー、逃げていく変化球、手を出してしまいました。ワンボールツーストライクです。空振り、ここはランナーを変えさせません。ツーアウトになりました。さあ初球は何か、高め打ちました。打球は切れてスタンドへ入りそうだ。切りました、ファールボールです。2球目打ちました。ライン際へ打ち上げています。取って3アウトです。しかしこの回バファローズ2点を追加しています。2番バッター新井。ここはさっき打たれたスライダーの使い方には注意したいですね。そうですね、そういったポイントを抑えた配球になってくるかどうか。打ちました、ライト下がっていく、下がっていく、入った、ホームラン、ソロホームランが出ました。これがチーム7本目のホームラン。三塁回って今ホームイン。ここでさらに1点を奪われました。依然大きくリードを許しています。打席には3番バッターデイビス。先ほどの打席でツーランホームランを放っています。思ったより伸びていきましたよね。はい、ノーボールツーストライク。次が3球目、ファウルになります。ファウルになります。打ちました、
レフト下がっていく、下がっていく、入りました、ホームラン、ソロホームランが出ました。これで2者連続のホームラン。今ゆっくりと打ったバッターホームイン。ストレートが真ん中に行ってしまいましたね。そうですね。バッターボックスには指名打者の小栗。アウトコース見送っています。2球目は何で来るか。この打球はこれは一塁側のスタンドに入ります。打ちました、ライト下がっていく、下がっていく、そのままスタンドに入りました。ソロホームランが出ました。なんと3者連続のホームラン。三塁キャンバス回ってホームに帰ってきました。主砲の一振りでさらに1点を奪われました。依然大きくリードを許しています。マリーンズピッチャーが変わります。マウンドに上がるのは4番手の松永。さあマウンドに上がったのは松永、今シーズン2試合目の登板です。打ちました、伸びていく、外野大きな打球になった、センター深いところ破っていきました。打ったバッター1塁蹴って2塁に向かいます。バッターランナーは二塁到達、これで4連打、ノーアウトランナー二塁です。初球は何で来るか。まずはストライクを取りました。今度も真ん中に来ました。まあそうですね、打ち取れる可能性が高いわけですから積極的に打った、大きな打球になった、この当たりはどうか、センター左へのヒット、セカンドランナーホームイン、バッターランナーは二塁でストップ。バファローズ1点追加します。左中間へのタイムリーヒット。マリーンズもうこれ以上点はやれません。バッターは7番金村。まずは変化球、これが2球目、落としてきた、しかしバットは止まっています。インコースの変化球見ています。次のボールはバッターの裏をかかないと危ないですよ。打ちました、高く上がった、ぐんぐん打球が伸びている、伸びてスタンドには届きません。セカンドランナーホームイン、バッターランナーは二塁でストップ。バファローズ1点追加します。フェンス直撃のタイムリーヒット。マリーンズもうこれ以上点はやれません。打席には8番バッター古久保。先ほどの打席でタイムリーツーベースを放っています。いや、そうそうやられてばかりもいられませんから、はい、しっかりと抑えておきたいですね。打った、レフトが追いかける、ぐんぐん打球が伸びている、入った、ホームラン、ツーランホームランが出ました。これがチーム10本目のホームラン。真ん中に入ってしまったストレート、しっかりと引っ張られたあたりはフェンスを越えてしまいました。マリーンズ追加点を許します。ここで一発を浴びてしまいました。バッターボックスは9番村上。初球打ち、これは大きい、伸びていく、これは破っていきそうだ、左中間深いところ破っていきました。打ったバッター1塁蹴って2塁に向かいます。バッターランナーは2塁到達、これでマルチヒット、ノーアウトランナー2塁です。打順は1番に帰ります、バッター大石。今日は2本のホームランを放っています。打った、これはどうか、このフライはどうだ、落ちるか、レフトが追いかけますが頭を越えました。セカンドランナーホームイン、バッターランナーは二塁でストップ。バファローズ1点追加します。レフトオーバーのタイムリーヒット。マリーンズなおもピンチです。バッターボックスは2番新井。先ほどの打席でソロホームランを放っています。思ったより伸びていきましたよね。はい、バファローズこの回は打者一巡の猛攻となっています。ファールグラウンドで掴んでワンアウトです。バッターボックスには3番デイビス。先ほどの打席でソロホームランを放っています。思ったより伸びていきましたよね。はい、打ちました、高いバウンド、ショート前に来る、一塁へ、アウト、ツーアウト。バッターは DH 小栗。先ほどの打席でソロホームランを放っています。打たれてしまいましたね。はい、ツーアウトになっています。ナイスボール、はい、アウトコース変化球が決まってストライク、すぐに追い込みました。
空振り、ここは空振りでアウトを取りました。セカンドランナーは残塁に終わっています。バッターは5番クリ。前の打席はツーシームをうまく打たれましたから、今度はその使い方を工夫したいですね。さあここは同じ鉄は踏みたくないところ。これは内へ外れます。スライダー外れます。低めの変化球は決まりません。スリーボールツーストライクとフルカウントとなりました。これはファーストゴロ。井上取ってワンアウトです。バッターは6番鈴木。先ほどの打席でタイムリーツーベースを放っています。いやさっきはやられてしまいましたけども、はい、まあ、今度はきっちりと抑えたいですね。打ちました。伸びていく。このフライはヒットになりそうだ。これはセンターの頭上を越えていきました。打ったバッター1塁蹴って2塁に向かいます。バッターランナーは2塁まで進みました。これで6打席連続のヒット。ワンアウトランナー2塁となりました。初球打ち、これはどうだ。取った。一塁送球、ツーアウトになりました。打順は8番古久保。先ほどの打席でツーランホームランを放っています。思ったより伸びていきましたよね。はい、打ちました。さあどうだ。この打球は落ちそうだ。ヒットになった。サードランナーホームイン。バッターランナーは2塁でストップ。バファローズ1点追加します。左中間へのタイムリーヒット。マリーンズもうこれ以上点はやれません。マリーンズピッチャーが変わります。マウンドに上がるのは5番手の東条。さあマウンドを任されたのは東条。今シーズン3試合目の登板です。昨日のゲームでは4イニングを投げています。まず変化球決まってワンストライク。2球目打ちました。左中間に強い打球、レフトセンター下がって入った。ホームラン、ツーランホームラン。これが今日2本目のホームラン。真ん中に入ってしまった変化球、しっかり引っ張られた打球はファンの悲鳴の中スタンドに入ってしまいました。ここで一発を浴びてしまいました。打順はトップに帰って大石。先ほどの打席でタイムリーツーベースを放っています。いやそうそうやられてばかりもいられませんから、はい、しっかりと抑えておきたいですね。そうですね。低めの球、あっという間にツーストライクです。打ちました。これは浅いフライ、ライン際に打球が飛んでいる。ライト線深いところフェアです。バッターランナーは2塁到達。これで3連打、ツーアウトランナー2塁。バッターボックス新井、今日はホームランを放っています。バファローズこの回7人目のバッターになります。はい、最初は変化球できました。さあ2球目は何か。打った、右中間に強い打球、右中間真ん中破りました。セカンドランナーホームイン。バッターランナーは2塁でストップ。バファローズ1点追加します。右中間へのタイムリーヒット。マリーンズもうこれ以上点はやれません。3番バッターデイビス、まずは簡単にストライクが来ました。打ちました。高く上がった。センター下がっていく、下がっていく。センターオーバーのヒットになりました。セカンドランナーホームイン。バッターランナーは2塁でストップ。バファローズ1点追加します。センターオーバーのタイムリーヒット。マリーンズなおもピンチです。バッターボックスには指名打者の小栗。まず何を投げてくるか。最初は変化球できました。ボールになります。打った。ライト下がっていく、下がっていく、伸びていく、フェンス直撃、二塁へ送球。セカンドランナーホームイン。バッターランナーは二塁まで進みました。バファローズ1点追加します。フェンス直撃のタイムリーヒット。マリーンズもうこれ以上点はやる。マリーンズピッチャーが変わります。さあマウンドに上がったのは大谷。今シーズン2試合目の登板です。昨日に続いての登板となります。初球打ち、ライトセンター追いかける。ぐんぐん打球が伸びている、入った。ホームラン、
ツーランホームランが出ました。これで3試合連続のホームラン。初球でした。きっちり捉えられた当たりはフェンスを越えてスタンドに入ってしまいました。ここで一発を浴びてしまいました。打席には6番バッター鈴木。今日はここまでなんと6安打の大活躍です。いやもうバッテリーも抑えられる気がしてないでしょうね。もう投げるところがないといった感じでしょうね。真ん中決まった。ノーボールツーストライクです。打ちました。レフト下がっていく下がっていく、入りました。ホームラン。ソロホームランが出ました。これで2者連続のホームラン。三塁回って今ホームイン。ここでさらに1点を奪われました。依然大きくリードを許しています。打席には7番バッター金村。インサイド変化球決まっています。得意のボールでストライクを取りました。大きく外れました。これは3球目打っていきましたが、最後はファールグラウンドへの当たりで3アウトです。しかしこの回バファローズ3本。ゲームは8回に入ります。バファローズの攻撃、バッターボックスは8番古久保。先ほどの打席でタイムリーツーベースを放っています。いやさ打ちました。センター下がっていく下がっていく、そのままスタンドに入りました。ソロホームランが出ました。これが今日2本目のホームラン。今ゆっくりと打ったバッターホームイン。ここでさらに1点を奪われました。依然大きくリードを許しています。バッターボックスには9番村上。先ほどの打席でツーランホームランを放っています。やられてしまいましたね。はい、打った高く上がった。ぐんぐん打球が伸びている。入った。ホームラン。ソロホームランが出ました。これで2者連続のホームラン。三塁キャンバス回ってホームに帰ってきました。ここでさらに1点を奪われました。依然大きくリードを許しています。バッターはダイソーから起用されている水口。初球は何から入ってくるか。ファウルです。ここはストライクゾーンのボールは打ってきますよ。なるほど。さあどう来るか。打った。取りました。アウト。際どいタイミングでしたが一塁アウトです。打順は2番新井。先ほどの打席でタイムリーツーベースを放っています。いやさっきはやられてしまいましたけども、はい、まあ、今度はきっちりと抑えたいですね。そうですね。ワンアウトランナーありません。バッターボックスは3番デイビス。先ほどの打席でタイムリーツーベースを放っています。抑えきれませんでしたね。はい、ツーアウトになっています。三遊間レアード掴んで3アウトチェンジ。しかしこの回バファローズ2本のホームランで追加点を挙げています。小宮山さん、だいぶ厳しい展開とはなっているんですが、最終回になりましたね。いやもう本当最後ですからね、もうあとはゼロで抑えて打線の奮起を待ちたいですね。そうですよね。打ちました。打球は右中間へ。ここは打ち上げています。ライト掴んでワンアウト。打席には5番バッター九里。まあここはさっき打たれたフォークの使い方には注意したいですね。さあここはどういった攻め方をしてくるか。打ちました。センターの前に落ちました。ヒット。これで3試合連続安打。ワンアウトランナー1塁となりました。打順は6番鈴木。先ほどの打席でソロホームランを放っています。思ったより伸びていきましたよね。はい、ヒットでランナーを1塁に置いています。はい、1塁牽制。1塁はセーフ。初球甘いコース、バットが出ませんでした。
打ちました。ファウルになります。インサイド落ちました。これはどうか。ショート取った。アウト。ここは送球が間に合っています。打順は7番金村。先ほどの打席はファールフライに倒れています。バファローズ2アウトにはなりました。変化球打った。お手元に内野ゴロ。サード取った。一塁送球。一塁アウト。これで3アウト。ランナー出ましたがバファローズ得点はありません。残念ながら千葉ロッテマリーンズ敗れてしまいました。これぐらい一方的な負けの方が諦めがついて気持ちの切り替えが早いかもしれません。ただ非常に反省点が多い内容でもありましたので、この負けをぜひ次に生かしてほしいと思います。勝ったオリックスバファローズ、大量点を取って大勝ということになりました。一方のマリーンズですが、非常にダメージが残りそうな、そんな今日のゲームになりました。ご覧のように今日の